さん、おはようございます。サンデースマイルゴルフです。岡山市在住の寿司石垣プロです。よろしくお願いします。寿司さん、先週は雨の日対策のレッスン、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。もう寿司さんにね、気持ちを大切に普段通りするって、あとキーアップとか ね大事だったでしょ。そこから始まってるっていうのを教わって、うん、パーが取れました。ありがとうございました。私もパーが取れました。一緒でした。仲良くパーでした。仲良くパーでした。さて、今週なんですけど、はい、テーマがありまして、うん、ドライバーレッスンというのも、なんと視聴者の皆さんからドライバーに関する質問が300件以上来たんです。皆さん、たくさんの質問ありがとうございます。ということで、今回なんですが、寿司さんに視聴者の皆さんからいただいた質問にお答えいただきながら、僕が答えていいんですか？はい、いいんですか？先生にお任せして。知らないよ、知らないよ、うん、ドライバーレッスンをしていただきたいなと思います。わかりました。では、はい、行きましょうか。行きましょうかね。はい、うん、今日もよろしくお願いします。お願いします。皆さんのドライバーの悩みを寿司プロ流で解決、基本から役立つ練習法まで目が離せません。瀬戸内海に面した玉の下城の瀬戸大橋カントリークラブは、自然の地形を生かしたコースが特徴で、海風がさらに変化をもたらし、自然と対峙するゴルフ本来の醍醐味を楽しむことができます。皆さんの悩みを解決、ドライバーショット編。わでは早速、はい、皆さんからいただいた質問をご紹介していきます。はい、まず岡山市の男性、アドレスの時の注意点とボールの位置はどうすればいいんですかと。アドレスって基礎の基礎ですけど、やはり非常に重要ですよね。大事ですね、うんうん、どのように構えればいいんでしょうか。まずなるべく体まっすぐ、はい、で球だけ少し左という、うん、まあ、よくね、左足のかかとと言いますけど、それは僕ね、好きな位置でいいんじゃないですかと。ただ左すぎれば体は開きやすいですよってこと。あ、左すぎは良くない。良くない。中に入れてもいいんだけど、はい、そうすると今度ロフトが少なくなってボールは低くなります。ただカットの軌道は減りやすくなります。どっちを取るかは自由です。あなた次第ですと。そうです。はい、じゃあスタンスとかはどれくらいのこうスタンスになるんでしょうか。スタンスの幅は、うん、一番力入りそうなのって、まあ僕このぐらいだから、肩幅よりちょっと広いのかな。ちょっと広く見えますね。それぞれ心地よい幅を見つけて。そうです。こうじゃなきゃダメってことはゴルフにはないと思います。でグリップするときって、手をブラーンとした状態の何もしないようなところで握ってやる。毎回同じ距離で握れるんじゃないですか。なるほど。実はですね、はい、あの香川県の観音寺市の男性から、はい、アドレスの時、はい、ボールとこう自分の距離を一定にするためにはどうしたらいいですかっていう質問も来てたんですよ。あ、はい、1個も終了。じゃあそれも、うん、今のこうちょっと脱力して、ね、アドレスの形を取って、はい、手ブラーンとして、そこでグリップ握ってあげる、うん、でこの位置です。そしたらもう毎回行って、毎回同じになりやすいんじゃないでしょうか。じゃあもう一つ、はい、グリップはどうしますか。グリップなんですが、はい、ゴルフのクラブっていうのはこのシャフトがあってヘッドついてますよね、うん、はい、このシャフトより打つ場所が向こう側にあります。はい、なので何も考えずに全力で振ったら必ず振り遅れる現象が起きるんですよ。ええ、それを防ぐためには少しフックグリップ、振り遅れてもいいような向きで握っておく。今それ普通です。クラブがね、昔より大きくなりましたから、振り遅れることもすごく多くなってるんですよ、はい、なのでそれを防ぐために少しフックグリップ、そうですね、こう右肩をこう全部向くくらいな感じです。手を合わせて、この状態から左手のグローブのロゴが見えるようにグリップを厚く握るのがフックグリップです。皆さんも寿司プロと同じ握り方をしてみてはいかがですか。さあ、ここからもどんどん皆さんのお悩みを解決していきますよ。
倉敷市の女性、リズムと切り返しのタイミング。リズム、うん、あ、じゃあ逆に聞きますけど、はい、普段生活してて一番リズムがいい動きって何でしょう、皆さん。歩く。そうなんですよ。は一定ですよね。全く気にしてないですよね、うん、人によってリズムは違うんだけど、なるべくこの歩くリズムとかが一番再現性があるんじゃないですか、はい、なんかあの考えることが、そうなんですよ、少なくなりそう。そうなんですよ。どうしてもこう構えてる時って、そうはぁとかっていろいろ意識するじゃないですか。例えばバックスイングが上げづらいですよっていう方は、少し構えてからリズムを取ってさっと上げる。あ、これは上げやすいです。実際に寿司プロも打つ前にリズムを取って打っていますよね。歩くリズムが少し早い場合は自分に合ったリズムを見つけるのが大切ですよ。切り返しのタイミングっていうのは、切り返しのタイミング、うん、考えちゃダメなんだよ、そんなの。ここまで来た時に、はい、左足を踏み込んで、そっから腰が回転して、打てない。そうじゃ打てない。そんないろいろ考えなくていい。考えるな、もう構えてバーン。じゃあ、まあ、前もやったことあると思うんですけど、おすすめなのがやっぱ連続素振りです。あ、やりましたね、これは。自然にできる動きが一番再現性があるんです。いいですね。あ、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、さっきの歩くのにもちょっと似てますけど、はい、まあ考えない、なるべく同じようなリズムで、あんま考えない、はい、でそこに来て構えて同じことすればいい。おー、じゃないでしょうか。こうじゃなきゃダメですってことはないっていうことを僕言いたい、うん。いや、それも多分もうすごーっと伝わってると思う。うん、そう、はい、じゃあもし追加のものがありましたら皆さん質問お待ちしてます。まあ、僕に質問が減るでしょうね、だいぶね。いやいや、そんなことないですよ。この後視聴者のお悩み第2位の発表で効果てきめんの練習法が。ちょっと僕もびっくりしました。ここからは視聴者からの質問の中で多く寄せられたトップ2を紹介。まずは2位はズバリスライス。スライスです。あー、来た、ね、これはね、はい、ちょっと私も悩みがありまして、ティーショットでスライスすること多いんですよね。なのでどうやったら防げるかっていうことを教えていただきたいんですが、では倉敷市の男性、振り遅れて右にスライスしてしまい、それを直そうとしたら引っ掛けてしまいますと。まあ、スライスの原因とかいろいろあるんですけど、はい、まずじゃあ振り遅れからいきましょうか。そうですね、振り遅れないために、うん、簡単です、はい、短く持ちましょうグリップを。なんでそれで振り遅れないんですか。じゃあ逆にですよ、はい、目いっぱい持ちましょう、はい、重たく感じますよね。あ、そうですね、長ければ長いほど振り遅れますよね。スイングの軌道がいいけども、はい、振り遅れてスライスする方は短く持つだけでスライスが減ります。じゃあちょっとその振り遅れるっていう部分ではそれで解決で、解決です。スライスってなると、あ、まあスライスって、はい、そのクラブの軌道がアウトサイドインでスライスが出るということをですよね、はい、やってみましょうか。一度ちょっとあえてわざとやってもらっていいですか。ではやってみますね、はい、クラブがアウトサイドインの軌道、うん、確かに今のはスライス軌道になりますよね、はい、ではどうしたらいいか、まあ、インサイドアウトに振る練習をしてみたらいいということなんですけど、はい、それをやりやすい方法やってみましょう。やりやすい方法、まあ、普通に構えますよね、いつもね、はい、それを極端にこう右足を引くと、はあ、極端、そうするとインサイドにバックスイングしやすいですよね。そっちにしか振れないですよね。振れますよね、はい、でこの状態からそのまま、あー、もう今の全然弾道違いますよね。フックしかしませんね。でこれを、はい、感じを掴んだらそのスタンスを少しずつ戻してくる。そうするとドローの軌道になりやすくなります。実際に自分で動かそうと思ったら、そうなんです、どれが正解なのかっていうのがわからないですもんね。なんで練習場で軽くでいいですよ。あ、こうやると左曲がるのねっていうのを感じてくれればスライスのおさらばの第一歩。おー、
なるほど、うん、続いては新田が挑戦。スライスの悩みを解決できるのか。よし、体をそのまま左に向いたらまたスライスの動きになりますから、はい、体がこのまま、あ、そのまま振る。そう、こう上げて、あ、そう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 、よし、ではこのまま、よし、ではお願いします。ふっくした。ふっくした。フックするでしょ。そりゃフックしかしないよね、こうやって打ったらね。これスライスしないですね、この打ち方だったら、うん、ちょっと僕もびっくりしました。こんなに曲がるんだ ね、うん、いいですね。いいね。今週は瀬戸大橋カントリークラブの平日限定ペア招待券を1名様に、さらにスマホにつけるアクセサリーポップグリップを10名様にプレゼントします。そして今回のテーマは再びドライバーショット。皆さんの悩みやプロに聞きたいことを大募集。 RSK アプリでご応募ください。お待ちしております。あっという間に時間がちょっと経って、皆さんからいただいた第1位の質問が、はいはい、飛距離を伸ばすっていうことだったんですけど、時間切れかも。じゃあ、はい、来週にじゃあとっておきの練習方法を教えちゃおうかな。お、とっておき。とっておきだよ。おー、じゃあちょっとそれは第1位は来週に持ち越しということで。ということで皆さん来週もお楽しみに。